二つ竜淳一、二つ竜淳一、二つ竜淳一、1950年2月28日から2014年8月12日は、北海道室蘭市出身の元大相撲力士、本名、山本淳一、時津風部屋所属、身長 185cm、体重 171kg、最高位は、東小結、1979年7月場所、 得意技は、右四つ、より、現役時代のニックネームは、造産。口述の理由により、各界追放後は、報道などでは、本名の山本純一で、一般的に紹介されることが多い。製鉄所勤務の父の三人兄弟の長男として、室蘭市で生まれた。中学在学中に時津風部屋に入門。1963年9月場所前に新弟子検査に、 合格したが実際に前相撲を取ったのは、翌1964年1月場所である。この場所の同期として、後に、プロレスに転身した、天竜玄一郎がいた。関取を目前とした1969年9月場所には、同じ時津風部屋所属で、同郷の11代、久米川、元前頭1、総通流にあやかり、総通流と改名。同場所を、 幕下優勝で飾り、翌、十一月場所には十九歳の若さで十両に昇進した。二つ竜が関取に昇進する直前、部屋の関取は時、早間しかおらず、自身の関取昇進によって部屋を関取消滅の危機から救ったことになる。しかし、立ち合いがやや遅かったこともあり二年以上十両から脱却することができなかった。年月場所に、 ようやく新入幕を果たす。前世紀には180キロもあり、当時の世代としては異例の巨漢であった。体力を生かした豪快な相撲で、右四つになると特に力を発揮した。故障が多く、幕内と重量を往復することが多々あったが、1977年、9月場所の5度目の入幕以降幕内に定着し、1979年、 7月場所には最高位となる小結びまで番付を上げたが、これが最初で最後の三役経験であった。しかし1980年3月場所を最後に幕内から遠ざかると、1982年1月場所には幕下に陥落。幕下でも相撲を取り続けたが、重量に返り咲くことなく同年、11月場所を最後に現役を引退、年寄り、西木島を襲名した。 翌1983年に引退相撲が行われたが、同じ場所で廃業し、かつ同部屋である元前頭4、山口、元前頭12、牧本と合同で、二つ流引退、西木島襲名山口、牧本引退披露大相撲として行われた。引退後は20年にわたり時津風部屋の部屋付きの親方として、更新の指導に当たった後、2002年に定年を、 迎えた先代の時津風、元大関、豊山の後継者に指名され、時津風部屋を継承した。部屋の師匠としては、関脇豊ノ島小結図天空らを育成した。2007年4月に、弟子の新昇決豊ノ島が横綱朝青竜との稽古中に怪我を負った際、出稽古拒否も辞さない構えで、朝青竜に対し、悪意に満ちた稽古だなど激しく批判したが、 高砂親方から詫びの電話あり、騒動は終結した。2007年名古屋場所直前に、女の口力士の時大山を死に至らしめる時津風部屋、力士暴行死事件が発生した。その際に、死亡した力士には、マリファナの使用歴があった等の発言をしたため物議を、かもし、名古屋場所は審判委員を辞退している。2007年9月末、ビールビンで、 自体山の頭を殴打するなど、暴行の事実を認めたことが報じられる。また、自体山が倒れた直後も救急車を呼ばず弟子たちに、口止めしたり、自体山の遺族に仮想の承諾を取ろうとした遺族側は拒否し、地元で行政解剖し、暴行が発覚。また、検視を行った警察が、拒絶精神疾患と誤った発表をしたことも発覚している。 本人は2007年10月3日に、テレビ番組で一転して、暴行の事実を否定した。2007年10月5日に日本相撲協会から1997年1月の16代山橋、元小結、び、前の至る以来に例目、部屋持ち親方としては、史上初となる、処分としては除名の次に厳しい解雇処分が下った。以降、報道等では、 本名の山本純一で紹介されるようになった。2008年2月7日、愛知県警に障害致死容疑で逮捕された。2009年5月29日名古屋地裁で、懲役6年の実刑判決を言い渡され、即日控訴。判決後、保証金の1000万円を納め保釈された。日本相撲協会に対しては、約2000万円の退職金を請求したが、 支払いを拒否されたため協会を提訴。2010年1月22日に退職金1588万円を支払うことで和解した。2010年4月5日、名古屋交際での控訴審判決は、相撲協会からの退職金を遺族に支払ったことで、上場借料され一審判決を破棄し、懲役5年とされたが、即日上告した。2011年7月20日、 事件についての暴露本となる悪者扱いを出版した。出版を記念したニコニコ生放送でのインタビューで、本人は同年2月から各界を揺るがした八百町問題について、私も昔やりましたと明かした。時期や回数については、重量に上がってから10番ぐらいと話したものの対戦相手などは明言しなかった。2011年8月29日、 最高裁判所は、上告を棄却する決定をし、二審判決の懲役5年の実刑判決が確定した。その後は、三重刑務所に服役していたが、肺がんと診断されたため、三重県内の病院で治療を受け、後に、病気のため刑の執行停止がなされ、東京都内の大学病院に入院したが、病状が悪化し2014年8月12日未明に死去した。 象さんの愛称で呼ばれるなど、一見温厚でおっとりした人柄で知られ、普段は暴行死事件を引き起こすような人柄ではなかったという。各界において、山本に、好意的な人物として豊野島がおり、不法に際して豊野島は、相撲人生を左右する時期に、いい意味で厳しく育ててもらった、個人としては可愛がってもらったと感謝のを表して、山本を忍んでいた。 自身が中卒叩き上げとして三役まで上がれたのは、たくさんの先輩が熱心に指導してくれたからという、実体験から弟子をよく褒め長所を伸ばす指導を行ったことで知られ、前述のように豊ノ島が朝少流との稽古で、重傷を負わされた際には完全と猛抗議した。一方で、 よってで死に当たる様子が何度も目撃されるなど、酒癖の悪さも有名であり、暴行死事件に関しても酒により現れた、別人格が引き起こしたという評判が多く聞かれた。関係者によると、酒の強さなら間違いなく、横綱という主語であり、1973年に日中国交正常化を記念して、北京で開かれた中国公演では60度もある、魔王大衆を一気飲みして、 自身も主豪であった、当時の首相、周恩来を驚かせたという。現役時代から親しかった倉玉錦は、二つ流死去直前の2014年6月に、見舞いへ行った際、抗がん剤による、がん治療を始めたことも明かされていたと証言している。また、同年8月12日に死去が報じられた際には、当日の午前中に連絡が入り、昨日の夜中に亡くなったと聞いた。 先月、病院で会った時はすこぶる元気だった。うまそうにかき氷を食べていたのに、と、様子を説明している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。